はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話、金曜ドラマ妻小学生になる、堤真一演じる新島圭介、そして10年前に他界したその妻、石田ゆり子が演じています。新島高江ですね、が小学4年生の白石麻里香、いやこれは天才子役ですね、前田乃々が演じています。その白石麻里香に生まれ変わる、そして悲しむ家族の元に戻ってくるという奇跡の物語、この夢のような時間が輝かしいほど、まあ、現実が非常に厳しく悲しいものになりつつあるんでしょうか。第4話が放送されました。もちろん高江を愛してやまない夫の圭介なんです。まあ圭介とその娘舞との間で、まあ、どんなに高江が戻ってきた喜びにこう包まれていても、現在のこの社会において個人情報とか非常にうるさいですよね。それも縁もゆかりもない大人が女子小学生と仲良くしている姿を見ると、世間的にはえ何あの関係どういう関係と疑われても、これは仕方がないのかもしれません。そして第4話は圭介と舞、そしてマリカがマリカの自宅にタクシーで送り届けた後、そこにチカが目撃するというところから始まります。それを見たあのチカの鋭い眼光、ビビりますよね。タクシーをドンドンとこう叩くんですよ。ちょっと怯えた圭介と舞なんですが、やはり子育てに熱心なタイプには見えないマリカの母チカですね、さすがにどちら様ですかと問い詰められることに、その場の勢いでマリカの夫だとも言いかねない圭介なんですが、放っておくとですね、もうそれは今にもマリカの中にいる高江の夫だって言いそうな雰囲気なんです。そこはマリカはやはり機転を利かせて、お友達のお父さんとギリギリのところで回避していくんです。でマリカからもう目立つことはしないでと常に言われているんですが、いつ何時でもマリカを見ていたい、そばにいたいというその圭介の気持ち、わからないではないんですが、小学校で開催される球技大会に応援しに行ってしまうんです。またもやそこでですね、怪しい人扱いされる羽目になるんです。保護者のパスカード持ってなくて行くんですよね。その圭介のピンチを救うのが、マリカに思いを寄せる男子小学生タケルくんなんですよね。もう頭キレキレですよね、彼は。TA 会長の息子というだけで、その保護者カードをパスカードを2枚用意するんですよね。これはやはりドラマなんですね。お友達の親戚が来たって言ってですね、 PTA 会長権限でその場で2枚を追加、これありえないですからね。普通はそんなことできないです。事前に申請してもらうことで、学校が個人を特定し、今の時代ですよ、単なるこのカードではないんですね。やはり安全を守っているんです。そういうものを準備して先生や PTA 役員がいつも作業しているということは念頭に置いていただきたいなと思っています。ちょっと厳しい意見ですけどね、でも現実はそうなんですよ。もちろん圭介の愛するがゆえに少しでも高江の心のそばにいたい、わかります。マリカを守るために今の生活を少しでも知っておきたいっていうその思いは伝わってきます。だがもう少し慎重にですね、行動しなくちゃいけない、生かし立ってるという感がやはりひしひしと伝わってくるのが、ちょっとハラハラドキドキしていますよね。でもそんな圭介を警戒していたチカもまた危うい大人の一人なんです。シングルマザーとしてマリカを育てているチカなんです。どうにも娘との約束よりも、いや恋人がいたんですよね、ヒロキという、呼び出しをされて優先してしまうんです。しかしその球技大会のお弁当は作ってるんですよね、チカはね。だからその心と心の狭間の中で揺れ動いているんです、チカも。
まあ、母としてマニカの球技大会に行くつもりだった。しかしその日もタイミング悪くヒロキと遊園地へ行ってしまうチカなんです。遊園地で見たあのチカの嬉しそうな顔、あんな顔初めて見ましたよね。いや、チカにもそういう気持ちがやはり心の中ではあるんですね。しかしギリギリまでせめぎ合うその姿があるんです。お弁当の時間に間に合えば、決してマリカのことを忘れているわけではないんです。でもどうしても女として求められる方へと流されてしまうんですね。まあ、チカは離婚して、原因は元夫の浮気と DV という噂が立ってるんですね。いや、これは事実かどうかわからないんですが、まあ、パートナーから裏切られたという経験があるチカでもあるんです。ですから、まあ、娘よりも、まあ、血のつながらない誰かの方を重視してつなぎ止めておきたいという気持ちが強くならざるを得ないのかもしれないです。しかしチカ自身がその恋人と思っていたヒロキの事実を知ってしまうんですね。ヒロキには家庭があって妻子がある。ただチカは浮気相手になってしまっていただけなんです、という何とも皮肉な感じの物語が続いていきます。失ってしまった愛に溢れた家族の風景を求めていたチカなんですが、高江が戻ってくる前のケイスケと同じような失望感があるんではないかと思います。たった一つの愛が欲しくて、その愛に応えたくて、ケイスケもチカももがいているんです。高江は太陽のように周りを明るくする性格ですよね。しかしその一方で、ケイスケやチカのように誰かの光があってこそ生きられるような人もいるんですね。愛を見失って寂しくて辛くてさまよってしまうものではないんでしょうか。そして高江の弟、神木隆之介演じる優里です。いやー、いい演技してますよね、神木隆之介。まあ、さまよえる大人の感じがバッチリ出ています。漫画のネームをまた描き出すんです。そして出版社へ持ち込みをします。しかしこの10年何もしてこなかったことがわかるんですね。冷たく突き返されてしまいます。優里も奇跡は絶対に起きない、何度も夢に見て、しかし夢だったからという気持ちが強いんです。マリカの言動に高江の生まれ変わりがこうよぎったにもかかわらず、まだ信じることができないでいる優里なんです。優里もまたもがいているんです。圭介は学校でマリカの母の悪い噂を聞くんです。雨の降る中、マリカに電話をします。聞いたんだ、君のお母さんがどういう人か。マリカ、ママ友の噂なんか真に受けないでよ。でも君のお母さんは君にお弁当を持たせなかった。マリカはこう切り返します。何も知らないのに言わるく言わないで、たった一人で私のこと育ててくれてるんだから。そうだとしても、子供のことを大事にできない親なんて、あなたは何も分かってない、正論を押し付けたって何なんの。余裕がないだけなのよ、あの人いつもいっぱいいっぱいで、疲れてて相談する相手もいなくて、とそこにチカが帰ってくる。誰と話してるの。はっとしたマリカ。そしてチカは携帯を取り上げ、投げつけようともがく二人、手を上げるその瞬間、ケイスケが、何をやってるんだあなたは、とチカの手を押さえた。ケイスケ、堤真一の怒りの表情、いや本領発揮見せてくれましたよね。奇跡を信じてマリカを守ろうとするケイスケ、また奇跡をまだ知らず愛を求めて振り回されるチカ。人は日々の生活で起こる様々な現象からその意味を見出して生きていくんです。マリカはそんな母チカの苦しみも感じているから、ケイスケに何も知らないのに悪く言わないで、という言葉が出たのかもしれません。ケイスケ、マイ、ユーリ、
そしてチカ、マリカ、これからのこの物語の展開どうなっていくのか楽しみですよね。それでは皆さん、またお会いする日までごきげんよう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。